すいません金さん。はい、どうされました？こないだ新幹線に乗ったらびっくりするぐらい早かったんですけど、何キロ出てるんですか？路線にもよりますが最高速度は320キロです。320キロ？はいや、誰も追いつけないですね。実は近い未来リニア新幹線が追いついちゃうんですよ。え？350キロとか出るんですか？営業速度は500キロです。500キロ？ちょっと早すぎますよ。本当に早いんですよ。今までは新幹線のぞみ号でも東京新大阪間が2時間ちょっとかかったんですけども、リニア新幹線だと1時間ちょっとで行けちゃうんですよ。化け物じゃないですか。そんなのほとんどどこでもドアですよ。言い過ぎです。おい、ゆうた、これ定期券な。高かったんだからちゃんと学校行けよ。ありがとう。分かってるよ。この定期払い戻してもらえます？よろしいんですか？はい、ちょっと引っ越すことになっちゃって。かしこまりました。ではお返しが6万6000円ですね。ありがとうございます。これでパズドラに課金できる。学校までチャリで1時間って聞いてねえよ。ご了承ありがとうございます。ん？お兄ちゃんちょっといい？なんすか？いつも見ない顔だけど定期は自分のかな？あ、そうっすよ。藤崎ゆうきくんかな？あ、はい。学生証あるかな？え、ないっす。じゃあ先生に確認してもいいかな？あ、すいません、友達のっす。うん、学校に連絡しとくね。木崎、なんでお前がそんな卑怯な真似をしたんだよ。電車賃浮かせたくて。さっき先生が駅員さんに謝りに行ったけど、お前嘘もついたそうだな。金がないなら先生がちょっとぐらいやるよ。だからお前はもっとお前らしく素直に生きろ。はい、ご利用ありがとうございます。え？ご利用ありがとうございます。強すぎるって。ご利用ありがとうございます。ちょっとお客様、何でしょうか？声は優しいんかい。あの、改札をタッチするときはかざすだけで大丈夫なので、あんなに強く叩かないでください。もし壊れた場合器物損壊でお金を請求しますよ。あー、すいません、会社でストレスが溜まるのでここで発散しちゃってました。ワリワニパニックとかどうですか？すいません銀さん。はい、どうされました？遅延証をもらってもいいですか？はい、こちらでお願いします。あざーす。今日は急がなくていいんですか？一元は科学の山岸なんでどんだけ遅れてもいいんすよ。あ、そうなんですね。お気をつけて。ほいーす。篠崎、何やっとんだ？え？なんで鬼の榊原がここに？なんとか言わんかい、ほんだら。あの、電車の遅延です。他の子たちは30分も前に来てんだよ。なんでお前だけ遅えんだよ。いや、その、山際先生だと思ってダラダラ来たんだろ、ほんだら。すいません。先生たち舐めとったらあかんぞ。すいません。何突っ立っとんだ？さっさと廊下の雑巾が来ちゃおう。はいー。ご乗車ありがとうございます。ん？あのお客様。はい。あの、どうかされましたか？え、別に何もしてませんが、こちらのワンちゃんは盲導犬です。え、ダックスフンドですよね。盲導犬になれるんですか？僕が育て上げたんですよ。うちのチャッピーちゃんは賢いので盲導犬にもなれるんですよ。もし賢く見えないって言うならそのメガネ変えた方がいいですよ。ん？なんでメガネしてるの分かったんですか？あ、いえ、目が不自由なふりをしてダックスフンドに盲導犬のふりをさせるなんて絶対に許しませんよ。いや、チャンピーちゃんとお出かけがしたかっただけなんです。でしたら手回り品切符を買ってください。そしたらチャッピーちゃんと一緒に乗れますから。え、そうだったんですか？よかったね、チャッピーちゃん。やれやれ。やらなくレシャシャします。きた、特急焼き、かっこいい。たまんねえな。ちょっと失礼。もっと前行こうぜ。行け行け。危ない。非常、止めてください。いてててて。て大丈夫ですか？お客様、手を使ってください。ありがとう。おい、お前ら。はい。お前らは誰よりも電車に愛があるんだろ。だからこそここにいるんだろ。なのになんで電車のホームでルールが守れねえんだよ。すいません。フレームの中だけじゃなくてもっと周りを見ろ。お前らは鉄道が何よりも安全が大事だって誰よりも分かってんだろ。撮り鉄の方は素敵だねって言われるようになれば電車も嬉しいと思うぞ。はい。すいません、金さん。はい、どうされました？あの、小田原から来たんですけど。切符は持ってないんですか？急いでたのでそのまま乗っちゃいました。今到着した新幹線でお越しですか？はい。小田原止まりませんが。え？
今着いたのはのぞみ号ですので、名古屋からここまで止まりませんが。ちょっとお客様、聞こえてます？え？あ、なんか電波が悪くて。本当のこと言ってもらえます？どこから来たんですか？ちょっとお客様、聞こえてます？あ、ちょっと電波が。不正乗車の扱いとして3倍運賃いただきますね。聞こえないようなので、そちらに鉄道警察行かせますので。名古屋からです。すぐ払います。ご乗車ありがとうございます。ご苦労様。お疲れ様です。今日も頼んだよ兄貴。先にお願いしますよ。まったくちゃっかりしてるな。これでいいか？わかったよ。これで。ありがとうございます。ではこちら今日のブツです。ありがとう。当時の日本人は漬物を主食として生活をしていました。失礼します。岡本君、遅刻ですか？いや、これを。電車の遅延ですね。じゃあ仕方ないです。出席にしときます。当然です。先生、待ってください。あれ、お客様どうされました？お腹が痛くてトイレにいたらクラスのみんないなくなっちゃったんですよ。たくあん中学校の学生さんですか？そうです。もう行っちゃいました？はい、先ほど新幹線に乗って行かれましたよ。え、じゃあ僕はみんなと修学旅行に行けないんですか？こちらでは何ともできないですね。ずっと楽しみにしてたのに。お兄ちゃん、次の光に乗っていきなよ。え？そしたら静岡でみんなに追いつくからさ。でも切符が。大丈夫、先生たちの乗ってる新幹線の車掌さんに切符の確認取っといたからさ。あ、ありがとうございます。それじゃあ行ってきます。楽しんでな。先輩かっけー。軽音のご協力をお願いします。はい、大丈夫です、行ってらっしゃいませ。はい、大丈夫です、行ってらっしゃいませ。ちょっと行きんさ。はい、どうされました？わしの体温32度って出てたろ。あ、はい。それで大丈夫なわけがないだろ。どう考えても低体温すぎるだろ。まあ37度5分以上出なければよしとしてますので。心配だからもう一回測ってくれ。あ、わかりました。23度ですね。わし、しんどんのか。こちらへお願いします。なんでですか？お兄ちゃんは中学生になったのかな？はい、なりました。そっか、じゃあこのカードは大人用にしないとですね。え、なんでですか？僕なんてまだ子供ですよ。お兄ちゃん、いいかな？小学生の時は親と一緒に出かけることが多かったですよね。はい。でも中学生からは自分の行きたいところに自分で行動できるようになったんじゃないですか？はい。ってことは行きたいところに行くためにお金を払う。僕たちと同じ大人の仲間入りですよ。そうなんですね。じゃあ大人の階段登らせてください。ようこそ。